東京マーケットワイド、この時間スタジオにはゲストをお迎えしています。ご紹介いたしましょう。東証一部に上場しています証券コード8159株式会社立花エレテック代表取締役社長渡辺武雄さんです。よろしくお願いいたします。渡辺社長にはですね、決算の度に出ていただいてまして、ね、はい、定点的にこうお話を伺っています。はい、この間17年3月期の決算、はい、ね、お発表になりましてですね、はい、まあ まあ、そのお話からいただいてきたいなというふうに思いますので、はい、どうでしょうかね。あの前期は減収、微減収、そして増益という結果になりました。はい、まず売上ですが、あの売上はですね、あのこの本体そのものはまずまず前年並みという、はい、で国内の子会社が、まあ、あのルートチェンジとかいろんなことがありまして、これがあの 7,8 億、うん、あのマイナスになる。で海外はあのどあの現地通貨ベースでは微増なんですが、為替の加減でマイナス10億で、はい、まあ、この辺があの前年対で言いますとあの減収の原因 で、 の、はい、で利益の方はあの中身の売上構成がちょっと変わっておりまして、はい、あのちょっと減収減益気味なんですね、うん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 。で営業利益になりますとこれはもう計算通りで、我々 CCJ ということで、はい、あの2021年向けにですね、うん、中長期やっておりまして、それの人材投資が先行しておりますので、はい、この費用がかかっております、うん、で現あの営業減利益減益です、はい、で当期利益ベースになりますとここではあの株式持ってた株式を売却しまして、2億8千ほど出ましたんで、当期純利益ベースではあの増益という形になっています。で、まあ、そういうことであの単体としましてはですね、うんうん、あの過去最高益になっておりまして、うん、で、まあ、これはあの過去にあの不能の 連結の世界でも、うんうん、あの過去にありましたあの高木さんと高木商会さんとか大電車さんのですね、子会社化に伴う不能の連、はい、これを除きますと、あのこれも過去最高益ということで、あの、まあ、あいろいろ費用は使っておるんですが、はい、一応あの利益的にも、うんうんうん、まあ、満足すべきこのクロージングができたな、はい、そんなふうに考えております。売上面では為替がやっぱり影響してやや、そうですね、海外、ね、海外部門、はい、部門ですね、はい、そして、利益ではやっぱり先行投資が少しあったからということですか、はい、その分がちょっと凹んだ、ね、まあ、そうは言いゆえ、でまた株式の売却益があったとはいえ、まあ純利益ベースでは過去最高益をですね、はい、はあ、まあ、そうこう入れ子の部分があったりするんですけれども、はい、総じて順調に推移した1年間というふうに考えていいんでしょうか。まあ、まあ、まずまずの、 あの満足すべきクロージングができたかなと、そういうことですか。そんなふうに思っております。はい、そして、期末増配、はい、連続増配で、はい、ですね、でそういうこともございまして、ね、でちょうどあの創業95年にあたりますんで、このあの下期の、はい、配当ということでは15円を発表させていただいておりました、うん、前年度の配当はですね、年間で28円という、28円でこれがこういう高決算もできたことにつきですね、この今期は32円配当、はい、16円16円の32円配当を発表させていただいております。さらに4円増配、はい、ああということですか。順調な増配、はい、これはやっぱり株主還元なさるということですね。そうです ね、はい、大事だという意識のもとにということだと思います、はい、それと合わせてなんですけれども、はい、これはですね、株主優待制度を導入なさいます、はい、あ、これはどうでしょうか。中身ご紹介いただけますかね。はい、できるだけ長期保有の株主さんを作りたいという思いもございまして、はい、長期保有をしていただける方を優遇するような優待制度を導入させていただいた、はい、でそれと同時にあの 株主数もあの
増やしたいなという思いがございまして、ね、この優待制度を導入させていただきます、うん、はい。3年継続保有が3年未満ですと100株で2000円、はい、3年以上になりますと3000円のクオカードがもらえるとですね、はいはい、それが1000株以上ですと3年未満でも3000円、はい、3年以上ですと5000円、はい、かなり多いですねこれは。はい、まあいろいろいくらにするか、こういうことも調べまして。あ、そうですか。でよそさんより若干優遇しよう と、はい、いう姿勢で臨みます。これでもって立花エレテックファンを作っていくと、はい、作りたいな なということですよね、はい、そういうことです、はい。まあ、これは大事なこと、もちろん還元という意味もありますけれども、はい、大事なことだと思いますね、これね。そしてですね、気候改革、これは4月から、はい、行ってらっしゃいます、はい、その中身をですね、改めてご紹介いただけますか。あの人口減による需要減、また、はい、まあで GDP の低下というか、そういうことも十分考えられることが一つ、はい、それともう一つはあの AI とか IoT の時代、うん、この2つを睨みましてですね、あの我々次世代どう生きていったらいいだろうかっていうふうに考えた時に、うんうん、あのまず一つは少々ですんで、あの品揃えをしていかないかん、はい、それも関係するような部署が、うん、一つの指示のもと、方向性のもとですね、うん、はい、協力し合ってやっていかないかん、うんうん、まあ、こういうふうに考えまして、あのそれまでですね、ソリューション需要ということで主にあのシステムを、あのお客さんのですね、ご要望を満足させるようなあの技術販売ですね、こういうことを中心にしてたソリューション事業というのがございます、はい、でここにはあの技術部隊が所属しております、はい、でこことその産業デバイスコンポーネントっていうのはいうところのエンベデッド商品、おー、組み込み、はい、あのソフトですね、電子部品を多く使った、デジタル系の機器です、で電気品は、まあ、我々三菱電機さんがあり、はい、で、センサーというのはもう一ついるわけですね、はい、でセンサーはこれからかあのいろいろこう開拓していこう、はい、でこのセンサーの舞台では大電車であるとか、この高木商会なんかがここの分野若干あります。でこういうことがありますので、ここの舞台でセンサーを、それで我々の方ではエンベデッドというところを一つ整えて、はい、そうしますと、物は揃うと、うん、で一元的にワンボスの下でですね、あの運営することで、まあ、一緒になって、統一が統率が取れると、まあ、こういうこと、で技術部隊もソリューション事業を入れたことによって技術部隊も FA 所属になりますんで、うん、もうあの立ち位置がはっきりしますんで、うん、まあ、そういう形でやっていこう、で技術を、どんどん開拓していこう、はい、こういうふうに、それでってセットメーカーを攻略して、でここへ行くまでにですね、あの一つは我々販売網で、二次店を持っております、うんうん、はい、でこういう二次店の通じてもう立場をはっきりしまして、我々はこの、二次店を通じて再販していこう、うん、というのを一つはっきりしよう、それと我々自身がやる分野ですね、うん、マーケット分野、これもはっきりしようということをやりました、でそういうことをやりまして、そうしますと今まで、まあ、底辺の部分でね、うん、産業界の底辺の部分で、うん、我々と二次店が競争しておったようなところはですね、うん、もうはっきりと、はい、二次店の方にお任せすると、こういうことをしまして、人をまあうん、力あの人をつくあの、うん、余分なって言うとおかしい、活用できる手をですね、あの作って、フルに活用する、これでもってセットメーカーさんをやろう、こういうですか、
AI、IoT 時代に向けての戦略、はい、ということですね。同時にもう前期から始まってます中継ですね、はい、CCJ2200 という中継計画が始まってます、はいはい、この中身を改めましてですね、はい、ご紹介いただけますか。でもこれはもう変わる変革挑戦飛躍ということで、2200というのは2021年度 の、 その売上ということで、はい、で、はい、次いきますね。で、はい、まあそうしますと15年3月期からしますと売上でいけばもう約 50%、うん、まあ、利益の方も同じく営業利益ベースでも 50% ぐらい、はい、で人員がですね、これ、350ぐらい増えるんですね、はいはい、でまあ、その間 の、 人件費のトータルが、まあ、増えるトータルだけで87億、まあ、この辺ですね、はい、で ROE ができることは 8% というのを狙っております。で中身はですね、本社と出先ではやっぱり能力差が相当ございます、はい、でこれを能力を合わそうという均一化の世界、うん、お客さんも、はい、本社にはあるけども出先にはない、こういうお客さんを作っていこう、うん、から半導体はもうグローバル事業で世界事業としてやろう、うん、から保有技術をもっともっとたくさんにしよう、はい、から施設なんかもこの一番のサービスレベルとも兼ね合いがあるんですが、うんうん、これを大きくして、第三の柱にしよう、うん、であとは子会社とのシナジーから海外ビジネスの強化、うんうん、CSR と、まあ、こういうことになります。その7つの柱でもって、はい、中継を進めていくという、はいはい、まあ、その流れの中で、はい、まあ、今期も順調に拡大しそうですね、はい、でまず CCJ はこの2年ほど経ったんですがオンラインで進んでおります、はい、からそういうことで、この18年3月期はですね、はい、50億アップしようと売上で、はい、103%、営業利益が、まあ、費用も増えていきますんで、うん、まだ人を取らないといけません、うんうん、そういう世界も入れて計算して52億54億、はい、で当期純利益のところが37億、これはさっきの株の売買益がありますので、あれがないという前期がちょっと高かったということですね。わかりました、はい、まあ、そういうことで頑張ります。ありがとうございました。よろしくお願いします。証券コード8159株式会社立花エレテック代表取締役社長渡辺武夫さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。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 